ああ、ラフの伝説は少ない。調整の見る時は長く、伝説が生まれにくいからだ。だが運気将軍の物語は伝説から語る必要がある。8000年前、古国の王は長征不滅、永遠の功績を望み、泉州の祖先は天を渡る長き旅に出た。一時は銀河万里のごとく古州が漂うのみであった。2000年余りの航行を経て、泉州人はついに神にまみえた。神の御業は泉州人に無限の命を与えたが、それは呪いでもあった。呪言を超えた命は関羽を汚す不死となった。悲しいかな、戦呪液を患い同志で争う、外観放棄し命は散る。その気球存亡の時、帝宮の使命が降臨し、泉州を救った。神の命を受けた泉州は政界をかけ儒家を討ち、殉守して5000年。六層の泉州を滑るは殉守の矢尻、帝宮七天将、元帥に従うは6人の将軍。威風堂々、意気天をつく天撃将軍飛将、豪炎妙光一切を照らす食炎将軍開炎、乾坤密造陸豪に放つ重刀将軍光光、ドンと対抗聡明を凌駕する福波将軍源前、生死同姓これ恍惚なり人命将軍ユーム、湯量魚介奔放なる天武新作将軍慶元、七天将は皆才がある。そして我らラフが慶元将軍、その非凡な智謀と辛抱を称えぬ者はいない。連関係で掘り滅し、満天下界で旗奪う、まさに勝利を千里の外に決し、計略周到であると。心が一つでなければ計略も無意味だ。皆が預けてくれた命に必ずや応えよう。戦士飛翔運気上昇、戦士飛翔運気上昇、戦士飛翔運気上昇。先生の話は本当に面白い。